ありますので始めたいと思います。朝から遅くまでお疲れ様です。モニタリング。だいぶ知ってる顔が。ここのね、テーマはですね、福島から脱原発社会を実現するための未来デザインワークショップ。ちょっと硬い名前なんですけど、簡単に言えば、脱原発社会を実現するための具体的なイメージを見ない、そして具体的な行動を始めようというようなテーマだと思います。それじゃね、ちょっとね、私も緊張してるんですけど、皆さんも緊張してるかもしれない。最初簡単な、パソコンっていうところ、はい、ポン、それ、ポンと。私が「はい」と言ったら「それ」と言ったら「どう？」「はい」と言ってこう私の手と合わせるんですよ。「はい」と言ってもまだ誰よ。どうしてですか？「はい」は打つ「それ」は打たないいですか。いきましょう。「はい」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 「それ」ああ惜しかったですね。はいはいはい、あ、ちょっと引かれましたね。じゃあ今打った方がいい、打った方がいいんで、はい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 と、あ、ごめんなさいね、はいと、これ手が一緒にやったら打たない方がいい、打たない方がいい、そしてはいと言って手が一緒に並ぶと見て合わせてる、もしもしはい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 、それああギリギリセーフでした。はい、もうちょっとね人数がやるとまだいいんですけど、今日は人数少ないんですけど、これはドミノって言って、私がショックって言ったらあなたに言ったらあなたが出てきて、あなたもトン反対に回っている。そうそうそう。まあだいぶ時間かかりましたけど、これスムーズに来た。はい。大丈夫です。もう一回行きましょう。はい。ダメだ。逆ですよ。